IT を入れることによって、今は見える化されてきて納期の回答が格段にしやすくなった。若返りを図る中で一人じゃできないとか回らないっていう、そういったことが起きていまして、分かりやすく目で見える化するっていうのが必要かなと。それをするには納期管理システムっていうバーコードでの管理の入りとでの管理、今までは受注件数すらどのぐらい受注してるかっていうことが把握できてなかったんで、この見える化をして工程がこう串刺しでこう見えるようになった時に、その日程だと後ろの仕上げ工程の日程が取れないんで、もうちょっと前倒ししてくださいとか、そういったやり取りが会議の中でもこうすごく増えるようになりましたんで、そういったところはすごく効果があったなと思ってます。